一個一個つけてるの。一番秋元才加です。今ここにいることを楽しみながら歌いたいと思います。卒業を私が決めた時にやっぱり五大ドームは経験してから卒業したいって思ったんですね。一日一日が本当に生き抜いてるというか、ギュッて詰まってるて忙しいんですけど、すごく充実している感じで、今までその泊まりとかがなかったから、本当にメンバーとコミュニケーション取りたくてもやっぱり取れなかったりしてたんですけど、で最初の頃のチームがすごく仲良かったっていうのを、一緒にいる時間がすごく多かったっていうのもあって、なんか昔みたいに誰かの部屋に行ってトランプしたり何気ない話をしてるのがすごく楽しくて、こういう風にふざけてる時間がすごく楽しいな、幸せだなっていうのを思いながらこの4つは過ごしてきました。今回この区切りでいつかなんか振り返る時間はできるのかなっていう感じがします。だからもう本当に泣きすぎてやばかったら喋る歌詞切々とそれ面白いポエムみたいに。私が卒業することによっていろんな感情をみんなの中に持っていただいてる、持ってくれてるっていうのすごく嬉しい。 AKB48 の中でこういう子がいたんだよって忘れないでほしいし、なんだろう、やっぱあいついた方が面白かったなって私はの立場からしたら思ってもらいたいし、あいついなかったらちょっと足りないなって思ってもらいたいし、でも AKB の角度から見たら秋元いなくてもそれを消せるぐらいの個性だったり勢いを持ってやっぱ AKB48 多分言われるようじゃダメだと思うし、そういう狭間なんですけど。を見てた時に歌詞を見てたらなんかいろいろ思い出してきちゃってなんかこういうなんだ、私たちがやってきたことをそのままなんか歌詞が最初なんですけど、なんて言うんだろう、うん、道しるべじゃないんですけど、なんかそういう歌詞に寄ってく人生をみんな送ってるのかなっていうことを思ったりとか、虫のバラードも最初いただいた時なんだこんな重い歌詞と思ったんですけど、結果的に自分が辿ってきた道ってどっちかって言ったら虫のバラードみたいな歌詞の AKB48 の生活だったかもしれないし、でもそうやって自分が過ごしてきたのがまた歌詞と重なって歌とかってどんどん深みだったり厚みが出てくるのかなっていうのも思います。最後は最後までこれやん。そして
ですか。一言を、まあ、北原さんも含め、メンバー含めて、なんか、B さんだけど。おはようございます。今日から東京ドーム4日間、メンバーも皆さんも怒涛の4日間だと思うんですけれども、ツアーを成功させるべく、力を一つにして頑張っていきたいなと思います。今日セレモニーなんですけれども、これからもどんどん AKB48 とつながっていく気は満々なので、最後っていう感じはしないんですけれども、どうか AKB48 のライブなんですけれども、ご協力よろしくお願いします。お願いします。っていう気持ちでいっぱいでした。温かい気持ちでいっぱいだったので、寂しいとか感じゃなくて、本当に幸福感に包まれているというか、温かい気持ちになって、ただただ本当に幸せだなっていう気持ちで、なんかセレモニー、卒業セレモニー、みんな泣いてくれてるのに、私は多分笑顔になっちゃいそうでした。こんなたくさんの人に見守られて、たくさんのメンバーに寂しいですって言ってもらえて、東京ドームで一人で歌う時間もいただいて、卒業ソングもいただいて、本当に、悔いが全くないですね。幸せだなって思いました。やっぱりファンの人のだったり、スタッフさんだったり、メンバーが最後と悲しいです。多分先立つものってあんまりわからないと思うんですよ。前を見てるから。だけど残されたものが寂しいって言ってくれたり、いろんなことを思ってくれるのを目の前で感じて、あ、これが卒業していくってことなのかなっていうのは思いました。
AKB48 のチーム K 秋元才加としての公演を無事、終えました。 AKB48 アイドルとしては、最後の公演になったんですけれども、これからいろいろな場面で皆さんとお会いできるように、精進してまいりますので、これからも、秋元才加そして AKB48 グループの応援をよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。Fuck her in the best. Make you say they wrong.